インドのタルワール、1806年、タルワールは刀剣の一種。インドやパキスタン、バングラデシュ、アフガニスタンに見られる大きく曲がった細身の片刃刀。タルワールはアラブの財布、ペルシャのシャムシール、トルコのキリジ、アフガニスタンのプルワーのようなその他の片刃刀を起源とし、このような刀は中近東に以前から存在していた刀から派生したものである。 タルワールの使用は、ムガル帝国の下で広範囲にわたって、トルコ、モンゴルまで広がった。イギリスの景気兵サーベル1796年式の葉の形状は、タルワールの例といくつか似ており、専門家の意見では、イギリスのサーベルの形状に影響を与えたと提唱されている。刀身が大きく沿っており、疑似刀も備えている。柄は十字型の唾という握りと円盤状の、 塚頭まで一体型になっているパンジャブ様式と言われるものが一般的である。闘身にはダマスカス鋼が使われきめのように美しく文様が浮かんで非常にしなやかで強靭である。ありがとうございます。